急げ、もう少しでアジトだ。あれを見ろ。結局燃えてるじゃないですか。ダメだ、アジトが占拠されている。これじゃ町から出るしかない。汚いゲリラども、いいか、構わないから全てやってしまえ。知事も生かしておく必要はない。奴らの退路を断つんだ。おお、派手にやってくれるね、あの野郎。どうする？結局あの中州を通らない限り抜けられなくなった。行くしかないだろう。というわけで、中州を抜けていかなきゃいけないんだったら、そこまでの敵を全て排除していけばいいだけの話。いるね。まっすぐ行きゃいいだけか。こう来てこうかな。ああ、こいつらもいるんだ、やっぱり。それいるか。で、角刈りとデブを前に出して。正直使えるのはあの二人ぐらいだからね。ゲリラは。まあ、まっすぐ行ってぶっ飛ばせば問題はなかろう。まあ遠距離攻撃はね、ちょっと怖いですけども、まあまあまあ距離的にそこまで、そこまでは近くないんでね。まあ2段目ってところですね。富田家、そして隊長、左から回すかな。全体するのもあんま好きじゃないんだけどね。いっか。で、こうやってとりあえず1点突破していきましょう。動いてくる。お、撃ってくる。お、これは？おお全員入ったんじゃないか？そんなに？そんなに射程距離長くて、そんなに範囲広い。いや、やべえな。やっべえ。あ、みんな当たってる。ミスったな。衝撃ミスったな、これ。初手、握手でしたね、これ。そうか。こいつだっけ？こいつだ。3発。残り2発。この布陣だと、残り2発も受ける構えですよ、これ。一回後ろに下げるっていう手もあるが。後ろに下げる？もう前に出ちゃったもん。前に出ちゃったからいいや。14でしょ？あ、これめっちゃ長いな。ミノタウロスも長いね。おお、何この範囲。やべえ、この兵器やべえ。これ、突破するか。より敵の懐に入りやすいというか。こういう位置ないかな。ここら辺だったら、当たりそうだもんね。危ねえ危ねえ。さあどうだ。同じ感じ。敵使ってきたやつと同じ感じ。いやでもあんまりダメージ取れてないぞこれ。やばいなこれ。どうせ撃ってくるの分かってるから、ここでちょっと回復させて行った方がいいのか。困りましたね。こういう感じでいきますか。ちょっととりあえず前を行きたい。行きたい。ですね、ほぼ限界ぐらいまで歩かされた上に攻撃だから、一回引いた方がよかったですね、ここは。やっと。ここは、一回引いた方がよかった。これ二ターン目も握手ですよ。やべえ、これは、そう来たんだったらそういう風にするべきだったな。まあしょうがないか。もう動いちゃったものはしょうがない。足がやべえ、足がてめえ、やりやがったな。 28% か。これ射角は死んでんだよな、おそらく。こっちだったらダメでしょ、結局。あ、いける。99、こっちの方がいい。え、ズーム出たのに、どういうこと。あんま行かせない方がいいな。こっち行くか。この二人はもう、どうせいらないので、行かせて。あ、こいつらも使えないの、なんか、リペア的な。なんか持ってそうな気がするけどね。全く見てなかったけど。
持ってる気がするな。一人ぐらい持っててもおかしくないんでね。持ってるとすれば富田か。一人ずつ行くしかない、とりあえず。あ、これ持ってねえな。アイテムしかない。大爆死をやってしまったからな。うわやっべ。うっけ。うほ、まともに受けてる。当てるよ、当てるよ。それは当てとけよ。ダメージ取れないときついでしょ。200以上は200にする。一体ことには変わりない。やばいな、これはやばいな。とりあえずこの目の前のやつらを排除しないとあっちまで行けないんだよな。こっちか。こっちじゃなくて、ダリルはどっちかとこっちやりたいなと思うけど、でもダリルぐらいじゃないとこいつを撃滅できない。いやでもこの子だったらいけるんじゃないか。ショットガンよりマシンガンを2発ぶっ刺して、いやショットガンで3回。オッケー。塔の方に死んでんの。とりあえず1人目。だから状況はかなり悪い。いや持ってないな。こっちが持ってたりはしないな。99%。これはありだな。はい。ズーム2。これだったら。いかんでしょう。あ、なるほど。ダリルから動かすべきだったか、これ。普通にアタックできねえもんな。やったよ。一旦こっちに行かせて、こいつらをこっちから遊撃させて、もう一発撃ってくるのはもう分かりきってるし、おそらく後ろに下がりながら撃ってくると思われるので、まあそこら辺を計算すれば、行かざるを得ないな。ここは支援が入るので倒せる可能性は十分にあるし、 OK 突破できれば OK だし、倒した。ただこの状態はダリルがめっちゃヤバいので、ここはボディを回復させて、ちょっと腕なくなるのも確定なんですが、しょうがない。クエスト通りを踏み揃えながらですね。うわー痛い。まあ1手目2手目これが握手だったんで、まあここは必要経費ですね。しょうがない。ここまでは必要経費ということにしておこう。本来なら払うはずもなかった、払う必要もなかった経費と言えなくもないですが、よしよし、これでとりあえずいけるでしょ。で敵に寄ってきた。ズーム2。これを当たる。そして、ここからも綺麗に倒した。さっくり倒してくれるのは嬉しいですね。おー、レベルアップ。あ、腕取れてない。そういえば。まあ、ここそのまま追っていくと死ぬな。こいつなんで間違いなく死ぬな。ここにいるから、どれぐらいの範囲なんだろうな、あれ。持ってるこいつも。あ、こいつ持ってねえもん。あとはもうパンチだったか。じゃあビビる必要なかったわ。だからあいつがそういう感じで来てるってことは、
動くってことか。じゃあわざとこの2人を1人でもいいかな、2人をこんな感じで配置しといてスロー。これは釣れれば結構でかいですね。釣ってあの2人相手に使ってさえくれれば意外とうまい感じになるね。ここはうん、中州のやつが動いてきたの？あ、勘違いですか。足が、うん、行ってくる。え、これ、この角度になってきた。そっち？そっちに打ったよね。 こっちに打ってきたね。やっべ、あっぶな。これはこんな感じでやっていけば OK だし、ここか、見にくいところにやがるな。ちょっと離すか。画面広く撮って、どうせだったらパンチの人がいけないじゃねえか。ちょっと離れすぎてしまったせいで。くそ、やってくるな。いつもね、こいつまではいいけど、ここまずいな、まずいな。ここ当たるんでしょ？ここ当たるのまずいな。ちょっと一旦どこら辺まで当たるのかよくわかんないから、ここら辺は当たんないと思うんだよね、さすがに。ここまで当たったらもう打ち上げだよね。左腕から来ておこうか。壊れるのはめんどくさい。こいつか、まあ、危ないんだけども、離れてからのマシンガンだった。よし、足が上がったな。これでこいつの機動力はもうほぼ皆無。しかも接近戦でしか攻撃できないあいつの特性上、まあ、ほぼ積んだと言えるでしょう。まあその前に人目ではねなくなりそうですけど、上行ってみたらまた上から撃たれるとか。こちらが持ってるじゃん。危な、これで当たるんじゃないか。やべえな。うわ、でもこれ 0% やし、横に行くしかないでしょ。横に行ったらパンチ打ってくるんじゃない。これ打ってくるよね。え、行き過ぎたら、行き過ぎたパターン、こっちじゃなくて、こっちだ、こっちだ。行き過ぎたパターンだったら当たる。うん、かけてみるか。まあ撃ってきたら撃ってきたで、結局一発死にはしないし、下手にパンチ受けるよりはマシでしょう。怖いんで、これ一旦後ろに下がりますか。この人も下手をこけないな。ここは中洲からも来てるってことは、中洲の方を迎撃させるべきか。ん？うん、中洲のやつか。まあ、このターンで、どういう形か。まあ、なんとか。あと一発撃たせりゃいいわけでしょ。誰で狙ってんのか。この辺狙ってきた感じだったね、今の。これで終わると思うけど、そっか、1歩しか動けねえ。1歩しか動けねえ。ここに行くと、あっちの範囲に入りそうだな。スイッチに変えた。OK。しんどけ。おとなしく。よし、まあ、ちょっと押して。上の本体と戦うのはまあ最後でいいとして、まあ、中洲の方だね。まあ、射角が死んでるって。腕に全く当たらない。これ打ち返してくるのめんどくせえな。なんもできないじゃん。危ないな。危ない。足を回復させるか、安全策いくか。安全策、ちょっと安全策いきましょう。これ胴体ね、回復させておきましょう。で、あの位置だったら間違いなく大丈夫なので、さっきの感じから言うとね、あそこを下げていれば問題はないし、
まあ、こいつをくっつんでやればほぼ単体になるだろうし、一歩下に、いや、わざとこう上に行って、ここは動けない。ここはパンチ打ち返されるけど、打ち返されてもいいから、とりあえず打っておこう。もうできればいいから、うふ。中州から敵がガンチャが2匹来る。そこっちゃね、反対に寄ってきた。そんな無駄弾使っていいのかい？それで弾を切れたよね。オッケー、弾が切れたんであれば俺のターンだ。できるだけ敵の戦力を削いでから行きたいところですね。正面から撃ちゃ当たるでしょう。ここで足、足直径いいぜ。足を壊したのはでかいぜ。これでかい。ここは、まあとりあえずこの病人たちをどうにかしないといけないか。一旦ダリルを回復させろ。こいつに手間取ってられないので撃っていこう。丁寧にやるんだったら離れつつっていうやり方もねできますけど、この橋か、ここだな。今まさに決戦の舞台じゃないですか。ここはもう安全策を取ってあいつは回復したので、リピアでね、これでダリルが動けるようになり、上から来られると怖いんだよな。こっちで次回復させるので、こう630じゃガードできないが、マシンガンを押したい。腕当たらない。動かないか敵。オッケーオッケー、動いてくれるのが怖かったんだけど、どうしよう。力当たる？全然だな、テロップあるの。力じゃないとダメだな。まあ、できればこっちに行きたい。がだったらこうか。オッケーオッケー、間違いない。ここまで来たら間違いない。敵よりも早く攻撃できれば間違いなく取る。オッケー、これで敵はもう無力化できたので、この中州のやつを退治するために、いい、かかったな。よしやれ。なんだと、これで逃げられない。ダメだ、もう向こうには渡れない。南側から脱出するんだ。しかしこの攻撃だと俺たちの拠点に戻るのが難しくなる。ここで全滅を食らう入れました。とにかく街を出て森に逃げ込むんだ。仕方がない、みんな南側から逃げろ。聞いてないよそんなの。聞いてない聞いてない、そんな作戦聞いた覚えがない。倒してしまっても構わんのだろう。いやいやいや、倒すに決まってるでしょ。ということは敵はそれを阻止しに、あ、この橋は生きてるのか。なるほど、その橋生きてるか。そっか、この先の橋が壊れたってことか。なるほどね。びっくりした、この中州の敵も閉じ込められたんじゃないかと思ったら、そんなことはなかったぜ。いや、ちょっとこいつらの兵装がまさか、あれは持ってないの。あれがあったら、あ、ないか。ただライフル、ライフル2連撃は怖いので、一旦離して、くう、病人ばっかりだ。よしよし、こいつが復活したので使えるやつどんどん増やしていかないと。いや、とにかくあれをめっちゃ食らったのが、初手で食らったのがかなり痛手でしたね。ダブルパンチで、ここまで回復させてる場合じゃないし、むしろもうあいつはどうでもいいかなぐらいの。ここを倒しておいて、あれを倒したら次はこっちだな。2匹いるし、ただライフルで撃たれると怖い、怖いっていう部分はあるな。一旦後ろから構えてからの、前に行っても結局ダメだよね。ここどっちかと引き込んだ方がいいので、
うん、引き込むんだったらここら辺の位置にいた方がいいか。ちょっと物陰に隠れる感じ。ドリルも人向きやばいな。ボディの足を直して、意外と足遅かった。怖えのかよ。アタックしかないもんな。お前らリペア持ってねえのかよ本当に。アイテムぐらいか。だがアイテムは使わない。どうしようかな。このヒットポイントじゃ下手したらワンチャンあるかな。ワンチャンあるのはまずいので、軌道が全く違う。こいつだったら当てることはできるが、限界でもその程度か。もう一ターン、もう一ターン待とう。本当はもっといい、ここら辺の位置に、ここの位置に、ここの位置にね、伏兵を忍ばせておきたいところなんですが、ちょっとそこまで行くと、そっちに狙いを定められる恐れがあるので、とりあえず上を取り、上と影を取り、動いてきた。まずいな、動いてくるか。なんで撃ってこない、なんで撃ってこない。お、夜か。ここに来て夜。これで命中率が下がりました。これは影に行ってからの、まあこういうでしょ。まずライフルなんでね、結局これでもいいんですけども、あーまあいいか、これでも当たるからな別に。普通に6ランかこっち。こっちも6ランの人がいるんでしょう。当たんねー。 30% で当ててきたのに、どういうことだ。これでやるぐらいだったら、やれるか。やれねえ。だが、おほほ、そこから衝撃を、よし、オッケー、とりあえず一人で、セイファーに回復させての、後ろからね、もう迫ってきてるからね。こいつ自身も APR もない。全く遅いね。ロケランはいいな。よし、この子たちも突撃だ。うわ、ショットガンで、いいよ、いけるよね。一瞬ちょっと 前から行ったろうなと思ったけど、いや、こいつそのまま行ったらやばいな。こいつ、いっか、参加させるか。あいつを回復させるぐらいだったら、もう、あいついない方がいい。その方がまだ、ダメージが少なくて済むでしょう。いや、リペア役もう一人ぐらい欲しいな。特にゲリラのうち誰か欲しいんですけど、結局ゲリラは、装備変えられないからね。そいつだったらいいです。ここで使い潰したっていいから、こいつらでダメージ受けるか。持ってこいよ。後ろの爆風で当たる。よしよし、で分かるか。もう胴体でもいいぞ。こっ
と後ろだよね。後ろにちょっとずつでも行かないと、あいつはやばい。こういう時こそ富田くんの出番。よしよしよし、足は確実に。ここで終わるでしょう。院長、しかもスピード2の方が当てに出てる。さらに腕踊り、さらにこれなんで、こんなこな、オッケー。こんだけ囲めばタコにできる。いやーやべえなこれ。ちょっとみんなの損傷度がやべえ。これはどっちかっつうと敵から殺せて迎撃させるっていう形の方が理にかなってますな。ただ問題なのは敵があのロケットをまだ持っていること、それだけは怖いな。なのでここら辺にとりあえず行って、上をこっちが制覇しつつの敵を地上に置いて、もうちょっと弾数が上がりそうだな。お前逃げるか。お前逃げるのことアウトだぞ。誰も殺さねえんだから。うん、これ誰か一人一二に差し出し出せるっていうのもありだな。ここにいるでしょ。こいつはいいけど動いてねえのか。いたよ、こいつか。あいつ以上、いやでも動いてるね。あんなところにいなかったから。まあいっか。ってことあと3発耐えれば問題ないですか。3発耐えれるだろうか。果たして果たして耐えれるだろうか。先生のリストからマックスにしていきましょうか。ちょっと上に打たれかねんから、どっちかというとこっちにで牽制をかけるみたいな、裏から回りますよっていうのを見せといて、ちょっと敵が戻るのを期待する、まあ、そういうのもありなんじゃないですかね。戻ったら即座に引き返す。え、来た来たけど全力で行けよ。そっちからいいね、いいものかけに隠れた。それはいいよ。来てるな、ファイヤーマン来てるな。だったらもうこっちからこっちに迎撃ラインを作り、迎撃ラインの枠を作って、これが邪魔なんだな。ここだと当てられないんじゃないかな。なんでちょっとレインですけど、ちょっとわざとかけておいて、とりあえずそうしたことにより後ろに一人いる、こいつこいつがおそらく大丈夫になりましたね。あいつらをこっちに引き寄せたので、あっちに寄せたんだったらこの裏から打てるので、裏から打ちたいところですね。いいところ別にいいので、ここに破壊させておいて、あ、そっちちょっと、あ、でも来るな。うん、いいですね。まあ、敵もね、一匹ずつ倒した方が簡単なので、できれば一匹ずつ行きたいところですが、先にここまで行くんだったらここで使いちゃった方がいいよね、現実的に。これを塞いだ方が敵の攻撃が1回になるので、この方が全然いいんですよね。なのでこういう感じで打ちますか。ダリルさんだったら打ち勝てる。こんなうぞうむぞうの兵士どもに、あ、これ倒せばいるな。やっぱりあいつか、やはり。いや違う違う、こっちか、あれか。ここに塞ぐっていうのがいいかな。よし、ダブルパンチ来た。ほらほら、一回しか立ってない。ダブルパンチの意味が。うんうん、まあいいか。ダメージを減らすために塞いでいるので、まあ、集中効果でね、倒した方が早いっちゃ早いんだけど、ちょっと今怪我人が多すぎて集中砲火してたら逆にこっちが誰か落ちかねないから、ちょっと回復するまで
ボスも来そうですね。オッケー、やる気満々にダブルパンチとしても一発で強いね、やっぱりダブルパンチ。ダブルパンチやべえぜ。で、こっちの方だったら当たるでしょ、普通に。あ、でも 34% そんなもんか。だって弾を無駄に。あ、そっか、これがある。これがあるじゃん。これ打ちゃいいじゃん。ミノタウルスはこの時のためにあるじゃないか。これくらいでも当たんじゃないの。ギリギリギリ、ん、ギリギリ当たって、当たってるじゃん。当たってるじゃん。ここからで当たってたんだって。ここからだな、んだこれ。ずっと横にして、あ、やべやべ、撃っちゃった。連射しちゃったよ。当たった？当たってない？微妙、わかんなかったよ。待って、これでお前のターンは終わりだ。うん、ここダブルパンチでもいいんですが、まあ一目の時にまだダブルパンチでいいか。まあ運よくボディにも当たらなかったし、腕にも立って腕も取れたし、後ろのやつは当然止めるしかない。リンクしてるとこういう弱点がね、あるのは間違いないんですが、リンクしてるのは悪いことじゃないからな、基本的に。うまく戦えばね。こいつ、めっちゃ来ちゃってるね。来ちゃってるよ、こっちに。来ちゃってるので、陣形陣形、みんな、陣形を整えるんだ。やめとけ。止めたほうがいいんだよな。あいつの方が危ねえ。まあ、あそこはまず1ターンでは当たらないので。いや、こいつ危ねえな、こいつ危ねえわ。出たら死にそう。この時はまだいける。まあ、おそらくこの人に攻撃してくると思うので、予想としてはね。さあ来るだろ。お、また。そういえば前回もそんなことしてたの。